そうだな。なんだ。照明計画したい。シンプルでいいかな。まあ、この辺はおじさんもできるよね、これもちろん。でも、おじさんの知識は半端ないから、あの手この手でやってくれそう。ネイビーの人、そのリピーターでやってる人たちもいるんだもんね、お客さんで。それはすごいよね。特別安くもない感じだけど、まあ、でも他より安いと思うよ。だって日本住宅1坪単価93万だったよ、ね、ただのホームテレビ。ただのホームテレビ。デザイナーというか建築家、建築士。建築士じゃないけど、まあ、設計士を安い、めちゃめちゃ安いの。ああ、デザイナーをね、立ててっていうことだけど、うん、建築士じゃないけど、まあ、そう考えるとおじさんはすごくコスパがいいわけじゃん。あの実績のある人なのに。急速な感染拡大を受けまして、関係閣僚の協議が緊急で開かれています。官邸では午後5時半前から、菅総理や西村コロナ担当大臣、田村厚労大臣など、関係閣僚らの協議が始まりました。東京都で過去最多の3177人の感染が確認されるなど、急速な感染拡大を受け、今後の対応が検討されているとみられます。また厚生労働省でも専門家らの会合が開かれていて、田村大臣は冒頭で緊急事態宣言が発令中にもかかわらずこの感染状況と強い危機感を示しました。前の同じ曜日に比べ、新宿駅周辺では 7%、 池袋駅周辺では 4%、 渋谷駅周辺では 10% 減った一方、原宿駅周辺では 12%、 秋葉原駅周辺では 8%、 お台場では 22% 増えていました。政府は不要不急の外出を控えるよう呼びかけていますが、夏休みに入り通学する学生が減る一方、自粛疲れで出かける人もいて、人流の抑制が効いていません。今日東京で新たに確認された感染者数が3177人です。3177人の感染が分かりました。過去最多となりました。重症者が80人です。はい、3000人台に乗りました。3177人ということで、先週水曜と比較しますと、1300人以上増えているということになっております。はい、で重症者が2人減っているということで
ですね、3000人を超えてきたと、で過去最多になるのではないかという情報も入っていましたが、3177人が今日の東京都の数字です。で、昨日の数字にはなりますけれども、1都3県がご覧のように過去最多の水準になってきているということもありまして、3県は政府に対して緊急事態宣言を要請する方向で調整を進めているということになります。正しくは陽性者どういうことになっていくでしょうか。東京都は今日3177人という数字です。さて、首都圏での感染がご覧いただいたように広がる中ですね、で埼玉にあるこちらのある救急病院では4連休明けある異変が起きていました。今日は土曜の丑の日、オリンピックも連日盛り上がりを見せる一方で、緊急事態宣言への動きが加速しています。国に対して緊急事態宣言を求めるということであるならば、3県並んでいきましょうといったことを申し上げました。神奈川県の黒岩知事は、埼玉、千葉と緊急事態宣言の要請に向け、国と調整を進めていると明らかにしました。もう過去最多を更新した東京都だけの話ではありません。埼玉県は過去最多。神奈川県はおよそ半年ぶりに700人を超えています。政府は慎重な姿勢を見せています。その前にやれることがある。神奈川は酒をやめたけど、やってないところもある。宣言を出すだけでは効果は見込めないので、ちゃんと対策が伴わないといけない。すでに宣言下にある東京、知事は繰り返しステイホームを呼びかけるなど、手詰まり感は否めません。不要不急の外出を徹底していただくことと、大いに声援を送っていただきたい。デパートを閉めるとか、イベント無観客とかだけど、それが効果あるのかといえばない。切れるカードはなくなってきている。とは、医療提供体制については、第3波とは違うとしています。第3波のピーク時、4000床のうち3427床が埋まりましたが、現時点では 50% を切っています。ただ、最前線の現場は異変を感じていました。今朝、病院にはドライブスルー検査の渋滞が起きていました。かなり混雑して、患者さんが取り替えてますね。毎日700人以上の検査をして100人以上の陽性者が出ている状況で、この人はちゃんと陽性者。埼玉県にある救急病院、一人の女性が来院しました。PCR 検査を受けに来た女性、その途中に具合が悪くなったといいます。結果、コロナは陽性、さらに軽い熱中症と診断されました。自転車操業で人を受け入れて、でもだいぶ、いっぱいで2、3日待つということもざらになりますね。コロナ患者を受け入れるこの救急病院、19床あるベッドはほぼ満床が続いています。先週の4連休から増加が続いていました。今日搬送されたのは熱中症の13歳男性です。コロナ、ワクチン接種に加え熱中症も急増、さらに通常の救急も受け入れています。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61
となった52歳男性。入院は3週間に及び、人工呼吸器一歩手前となりました。どうか全部突き込んで、順調に回復してきてます。一応聞いてる。そうですね。うん、よかったよ。1600数十床体制で、埼玉県備えておりますけども、もう2週間ほどでいっぱいになってしまうんじゃないかと。感染拡大に歯止めがかかりません。今日、東京都が発表した新規の感染者は3177人。初めて3000人を超し、2日連続で過去最多を更新しました。先週の水曜日と比べると一気に1345人増えました。まずワクチンの、ぜひ若い方も打っていただきたい。ワクチンを受けていない、そして若いだけど重症中等症になる若い世代が増えている。感染は首都圏全体で急拡大していて、神奈川県では初めて1000人を、埼玉県と千葉県でも過去最多の感染を確認しました。厳しい緊急事態宣言の地域の東京に行って移ってくる人もはるかに多い。緊急事態宣言の要請もですね、もう避けられないと。国に対して緊急事態宣言を求めるというものがあるならば3県並んでいきましょうといったことを申し上げました。ただ政府は病床と重症者の数を見ても、今すぐ何かしないといけないとは思っていない。宣言を出す前にやれることがある。神奈川は酒をやめたけど、やってないところもある。最前線の医療現場はどうなっているのでしょう。40代、50代も非常に多いということと、それから20代、30代も比較的多く最近検査しています。今我々が用意しているベッドに関してはほぼ満床に近くなってきているというのが出ています。都内にある昭和大学病院では重症と中等症患者用のベッドを38床用意していますが、コロナの疑いのある患者も含めると現時点で8割ほどが埋まっています。40代の女性の写真ではありますけれども、幅広い肺炎が出ています。20代、30代でもこのような肺炎を起こしていますので、やはり変異株というのは、これで強いのではないかなと思います。野党側は与党に臨時国会の開催を呼びかけました。来週速やかに、できれば総理出席のもと、この感染拡大の中でどう対応していくのかについて、国会としてやっぱり議論をしたいと。人流が減ってるから心配ないんだとまで昨日総理もおっしゃったので、本当なんですかということを我々としては総理に尋ねたいと思います。その総理の発言はこれです。まずこの車の宣言だとかテレワーク、そして まさに皆さんのおかげさまによりまして人流は減少しています。そういう中で、そういう人流は減少しますの でそうした心配はないと、このように思っています。実際のところはどうなのでしょう。携帯電話の位置情報データによると、昨日午後9時台の人出は緊急事態宣言が出される前の同じ曜日に比べ、新宿駅周辺では 7%、 池袋駅周辺では 4%、 渋谷駅周辺では 10% 減っています。一方で原宿駅周辺では 12%、 秋葉原駅周辺では 8%、 お台場では 22% 増えました。人流は大きく減ってはいません。西村大臣も、やはり7月の入って以降の人出がかなり増えていることが相当影響しですね、神奈川
川県が今日確認した新型コロナの陽性者は1051人でした。1月9日の995人を上回って過去最多です。一方、埼玉県では870人、千葉県では577人で、いずれも過去最多。また ANN の集計によりますと、全国の陽性者はこれまでに8551人確認され、1月8日の7957人を上回って過去最多を更新しています。埼玉県の新型コロナの感染者の数です。今日新たに870人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。こちら過去最多ということです。埼玉県などによりますと、今日1日あたりの感染者数としては過去最多となる870人の感染が確認されました。昨日確認された新規感染者はそれまでで最多の593人で、2日連続で最多を更新しました。ANN の集計によりますと、全国で今日新型コロナウイルスへの新たな感染者が午後5時半の時点で8160人確認されました。これまで最多だった1月8日の7957人を上回り、過去最多を更新しています。強盗の疑いで再逮捕された住居不定の無職劉緑空容疑者は5月、知人の男と共に大阪市の路上で36歳の男性に催涙スプレーを吹きつけて、現金18万円や金などが入ったカバンおよそ68万円相当を奪った疑いが持たれています。劉容疑者は先月18日覚醒剤を所持したとして現行犯逮捕された後、新型コロナの感染が発覚、釈放されホテルで療養していましたが行方をくらまし、およそ1週間後に大阪メトロの駅構内で発見され、再び逮捕されていました。アメリカでも感染が再び拡大しているようです。ワクチン接種後もマスクをするよう呼びかける方針転換に賛否両論です。感染が広く拡大している地域では、全員がマスクを着用すべきだと私たちは信じます。学校の安全を守るために室内では全員がマスクを着用するなどの予防措置を講じるべき。アメリカの CDC 疾病対策センターは27日、マスクの着用に関する指針を見直し、幼稚園から高校までにあたる教育現場や感染が広がる地域の屋内などでワクチンを接種した人でもマスクを着用するよう呼びかけました。ワクチン接種を完了して健康な成人ならマスクはいらないと思う。屋内でマスクをするのはいいけど、屋内は他の人と離れているし、空気も循環しているから問題ないと思う。学校の中にいるときはマスクをするべきだと思う。感染を広げないために。アメリカ国内ではワクチン接種率が5割に達していない一方、今月に入り新規感染者数が増加に転じ、その大部分は感染力が強いとされるインド型のデルタ株が占めています。レストランにとっては少し厳しいことです。レストランではみんな食事をしに来るので、マスクをしたままでは食べられない。CDC はデルタ株であっても、ワクチンは重症化や入院、死亡を防ぐ効果があると改めて強調し、ワクチンを早期に接種するよう訴えています。オゾン除菌消臭機オゾネオエアロを販売しているマクセルは、今年1月までオゾンでウイルス除去を徹底サポート、新型コロナウイルス不活化効果を確認などと、20畳までの空間の新型コロナウイルスが除去できるかのように宣伝していました。しかし効果が確認されたのは狭い密閉空間での実験だったことなどから、消費者庁は景品表示法違反にあたるとして再発防止を命じました。マクセルは社内で対応を検討しているとコメントしています。国際線の大幅な減便が続く日本航空がオンラインで販売を始めた機内食が1週間で完売しました。国際線のエコノミークラスで提供される和食と洋食合わ
が昨日売り切れました。来月4日に新しい機内食を追加販売します。全日空も機内食の販売を始め、去年12月から累計でおよそ80万食を販売しています。新型コロナの影響を受ける航空会社は、こうしたノウハウを生かした新しいビジネスで売り上げを回復させたい考えです。こちらのポップは小さく折りたためて持ち運ぶのにも便利です。西武池袋本店は繰り返し使えたり廃材を再利用したりした商品を集めた売り場を展開しています。繰り返し使える上、折りたたんで持ち運びしやすいコップやストロー、ハイタイヤを再利用したサンダルなど、環境に配慮した雑貨や食品、化粧品およそ400種類を取り揃えています。環境問題や社会問題への意識が高まる中、20代から30代の女性をターゲットに、百貨店で買い物をする機会が少ない客層の取り込みを狙います。こういった野菜などの生鮮食品もこれからは生産者の方が直接出品できます。28日プレオープンしたメルカリショップスは、メルカリのアプリから誰でもネットショップを開設できるサービスです。野菜など生鮮食品の生産者や手作りの作品を手掛ける小規模事業者に利用してほしいとしていて、販売者側は在庫の管理もすることができます。新型コロナの影響でネットショップでの1世帯あたりの支出額が 20% 以上増えたことや、実際の店舗での営業が難しくなったことなどが事業を始めた背景にあるということです。和歌山県警捜査一課の讃岐正夫容疑者は4月、東京大田区の京浜急行天空橋駅近くで通りがかりの20代女性とトラブルになり、揉み合った後軽い怪我をさせた疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、讃岐容疑者は通報しようとした女性から携帯電話を奪おうとしたとみられていて、女性が直後に交番で被害を訴えたことから事件が発覚しました。讃岐容疑者は当時、紀州のドンファンと呼ばれた野崎浩介さんが殺害された事件の捜査で状況を知っていたとみられています。 JR 名古屋高島屋によりますと、去年の土曜日は新型コロナの影響で外食を控え、自宅で食べるものに費用をかける傾向があったことから、客単価が前の年に比べおよそ600円増えました。このため今年は1個およそ4000円の名古屋の名店のうなぎ丼など、高価格帯の弁当を新たに加えました。ちょっと奮発して、はい、オリンピックでサッカーするのでちょっと観戦してから食べようかなって。展開している商品はおよそ70種類で、前の年に比べ1割増えているということです。歌舞伎役者の男が去年3月、少年に猥褻な行為をしたとして逮捕されました。逮捕されたのは歌舞伎役者の坂東竹之助、本名柴原栄太郎容疑者です。柴原容疑者は去年3月、東京墨田区にある商業施設のトイレで当時17歳の少年に猥褻な行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、2人は事件前にツイッター上で3月に会おうという話をしていて、 SNS に残されていたやり取りによって容疑者の関与が浮上しました。取り調べに対し、間違いありませんと容疑を認めています。大会組織委員会は23日に行われた東京オリンピックの開会式で、ボランティアやスタッフ向けに用意した弁当などおよそ4000食を廃棄したことを明らかにしました。組織委員会によりますと、事前におよそ1万食を発注していましたが、実際には弁当を食べなかったスタッフが多くいたということです。また開幕以降、各競技場で2割から3割の食事が余っていて、組織委員会は今後、発注量を適正化していくとしています。引き続き、何よりも人命大事のもとに、情報収集に努め、速報体制をしっかり確保し、緊張感を持って対応に当たっていただきたいと思います。菅総理は台風8号に対応するため、関係閣僚会議を開催しました。局所的に大雨になる恐れがあるとして、気象情報や避難情報などに注意し、
早め早めに命を守る行動を取るよう呼びかけました。また秋口にかけて台風の襲来が予想されると指摘し、地域のハザードマップや避難先などを確認し、台風情報に留意するよう求めました。人流が減ってるから心配ないんだとまで昨日総理もおっしゃったので、本当なんですかということを我々としては総理に伺いたいと思います。楽観的ななんか意識を持っておられるとすれば、この国のリーダーとしてちょっと今の危機認識足りないんではないかと。野党は来週菅総理大臣出席のもと質疑を行うよう求めました。与党側は質疑に応じる方針ですが、菅総理の出席には否定的で、担当大臣の答弁にとどめたい考えです。中国国営の中央テレビが放送した演習の映像は地下の司令部から始まります。我々の任務は上陸拠点の構築だと作戦を指示し、深夜島に向かって漕ぎ出します。多数の水陸両用車が次々と浜に上がり、敵陣を攻撃します。演習を行ったのは台湾対岸の福建省南部に駐屯する部隊です。習近平指導部は軍事行動も配慮せず台湾への圧力を強めています。映像には偵察用とみられる大量のドローンも登場しています。情報機関の職員たちを前に演説したバイデン大統領は、偽情報を使った情報戦が展開されていることにも警鐘を鳴らしました。具体的にはロシアは来年のアメリカ中間選挙に関連して偽情報を流す工作を行っている、これは主権の侵害だと訴えました。中国との競争では科学技術での優位性が必要になると訴える一方、気候変動問題などではロシアや中国と協力する余地があるとも指摘しました。急速な感染拡大を受けまして関係閣僚の協議が緊急で開かれています。官邸では午後5時半前から菅総理や西村コロナ担当大臣、田村厚労大臣など関係閣僚らの協議が始まりました。東京都で過去最多の3177人の感染が確認されるなど、急速な感染拡大を受け、今後の対応が検討されているとみられます。また、厚生労働省でも専門家らの会合が開かれていて、田村大臣が冒頭で、緊急事態宣言が発令中にもかかわらず、この感染状況と強い危機感を示しました。実は医療の逼迫というものが、すでに起き始めているというのは我々の認識であります。重症者の数も増えております。日本の社会みんなが危機感を共有することが非常に重要です。政府の新型コロナ分科会の尾身会長は、今の状況が続いた場合一般の医療に支障をきたすことになるという危機感を示しました。一方、西村大臣は東京近郊3県の知事が29日に要請する緊急事態宣言について、必要であれば機動的に対応したいと述べました。その上で、家庭の検証の停止要請の調査や、検査体制の拡充で感染拡大を抑えたいという考えを示しました。携帯電話の位置情報データによりますと、27日午後9時台の都内の人出は、緊急事態が出される前の同じ曜日に比べ、新宿駅周辺では 7%、 池袋駅周辺では 4%、 渋谷駅周辺では 10% 減った一方、原宿駅周辺では 12%、 秋葉原駅周辺では 8%、 お台場では 22% 増えていました。政府は不要不急の外出を控えるよう呼びかけていますが、夏休みに入り通学する学生が減る一方、自粛疲れで出かける人もいて、人流の抑制が効いていません。今日東京で新たに確認された感染者数が3177人です。3177人の感染が分かりました。過去最多となりました。重症者が80人です。
わせっていうのはどうやって決まってくるかっていうのは、うん、これちゃんとした理論があって、国際金融っていうので、ものすごくしっかりした理論がありますね。で、為替ってそもそも何って聞くと、二国間の通貨の交換比率っていうのが、まあ、定義です。はい、だから1ドル何円です。1ドルと100何円が交換できるという意味での交換比率ですね。はい、そうすると大体2つの通貨の交換比率だから、ちょっとざっくり考えると、どのくらいの続きそうかっていうのが、直感のある人は実は分かるんだけど、通貨っていうのは円とドルだよね。もしね、円の総額、はい、ドルの総額が分かれば、はい、交換比率だから、はい、その2つを割り算すれば、大体そこに落ち着くだろうってことが分かるんじゃない。通貨の交換率、ただ普通の人は円の総額とドルの総額なんか思いつかないと思うけれど、はい、2つの交換率っていうのはその2つの量を割り算すれば大体そうなるはずだよね、はいはい、でしょ、はい、この直感は結構正しいんだけど、うん、実は正しいってことは国際金融の、まあ、理論で実はもう証明されてるんですよ。だから円の総額、はい、ドルの総額だけはできれば1ドルいくらってなると、はい、円の総額を分子にして、はい、ドルの総額を分母にして割り算すれば1ドルいくらってなりそうじゃん、はい、それ結構当たりだ。あ、そうなんですね。これがちょっと先の予想みたいなのがあったらバッチリですよ、うん、あ、そうすると円高円安になるのはその金融緩和すると関係してくるなるっていうのはそこでわかると思うんだけど、今言ったのは、まあ、ちょっと先の将来の話抜きにして、はい、円の総額を分子、はい、ドルの総額を分母、はい、するでしょ、はい、今ある数字で、これは統計で実は分かる、今ある数字としては、はい、ざっくり言っちゃうと、円の総額っていうのが500兆、はい、ドルの総額っていうのは4兆よりちょっと上の数字、うん、それと割り算すると、500倍を4にしたで120ぐらいでしょ。結構似た数字になるんだよね。でドルの総額っていうのはじゃあどのように変化するか、はい、アメリカが金融緩和するってことは、はい、実はこれはドルの総額を増やすと一緒です、はい、要するに金融政策っていうのはお金の量を減らしたり増やしたりするのは金融政策、うんうん、金融緩和するってことは物に対してお金の量を増やすっていう、うんうん、日本の円の総量だって金融政策で増やしたり減らしたり、はい、そうすると今ドルの総額を分子、日本の円の総額を分母にして割り算すればいいって言ったでしょ、はい、これを言葉で言うと二国間の金融政策の差で決まるって言い方、うんうん、で日本で金融緩和する、そうすると分子が大きくなる、それでもしアメリカが金融緩和しなければ分母を出して、はい、そうすると数字大きくなってしまう、はい、だから円安だ。でこれはもうちょっと違い方すると日本の円だけが増えてアメリカのドルがあまり増えない、うん、日本がより金融緩和するとこういう状況になるので、うん、そうすると円の方がドルに比べて相対的に多くなったでしょう、はい、相対的に多くなったものは価値が下がる、うん、だから円安だ。すんごいこれで簡単、そうこのくらい簡単な話、このくらい簡単な話をねテレビでね、ああでもないこうでもないすごい言うでしょ、はい、分かんない人の説明聞くと僕からしないから、そうなんです、簡単でしょっていろんな説明するとこれなんだか分かんない、分かんなくなる、はい、私のすごく簡単でしょ、円の総量の総量割り算すればいいって、うん、私これでね実は過去40年間ぐらいで打率7割以上簡単なんだこんなもん、だから大体でもちろん1年間2年間ぐらいずれる時あるんだけどね、うん、長い目で見たらもう打率高いわけ、うん、この説明の難点は明日の話、3ヶ月先の話とかいうのがよく分かんない、 FX 的な短期の取引ではちょっと違う、だから逆に短期取引の話で短期の説明ばっかり言う人は、はい、嘘、ああなんだ嘘つきですか、うん、
短期の話について言うと、サイコロの目を振ったような話だから、実はもう予測は絶対できない。あ、そうなんですか。それは分かってる。もう博打ですか。博打、だからそのまま信じてやったら本当に騙されて、そのパターンも。で、ちなみに私が今言った話っていうのは、国際金融と為替の投資家では常識。短期的な話について言うと、もうあのなんかサイコロ目を振ったようなのが、長い間ね、勝ち続けるというのは無理です。法に関する事件に判決、陪審員不在。河南省洪水、民衆の不満と情報統制。李克強首相、被災地の実態を語る、自己防衛提言。中国共産党擁護者の覚醒、台湾人に謝罪、中国共産党を絶対信じるな。中国共産党メディア、イギリス空母の南シナ海入りを批判。各位观众，大家好，我是台北市的阿海先生，欢迎大家来到台北市的广播。昨日、香港国家安全法に関連する最初の事件が判決されました。今回、陪審員はありませんでした。高等裁判所は国家安全法の指定裁判官である唐麗氷氏、彭浩錦氏、陳嘉新氏の3名による15日間の審尋を経て、昨日、被告人である唐英傑氏に国家分裂を扇動した罪とテロ活動に従事した罪で有罪判決を言い渡しました。裁判官は検察側の証人である嶺南大学歴史学部の劉智芳教授による香港を取り戻せ時代の革命だについての解釈を受け入れました。弁護側の専門家による分析は特に有用ではないと判断しました。裁判官はスローガンには複数の意味が含まれることが可能だとして、このスローガンが中華人民共和国から香港を切り離すという目的を少なくとも含める可能性があることについてはどちらの専門家も異議を唱えなかったと述べています。裁判官は本件の状況におけるスローガンの自然かつ合理的な効果は他者を国家分裂へと扇動しうることであると判断しました。テロ行為について弁護側は、被告人が警察官にぶつかる前にブレーキをかけていたこと、信号機の前で停止していたこと、および救急用品を所持していたため、テロリストの行為ではないと述べました。裁判官はこう示しました。テロ活動を行う人には典型的な行動がなく、普通の人のように振る舞うこともある。被告人は警官にぶつけたが、警官は香港の法律と秩序を代表する。被告人の行動は社会に深刻な危害をもたらし、一般市民を脅すことで政治的な目的を達成しようとするものだった。香港民意研究所の蕭天寛副総裁は、今回の判決を規定の出し物と表現しました。蕭氏は大紀元にこう語りました。弁護側の専門家がどれほど人情や道理にかなっていても、検察側とその専門家の主張がどれほど堅強であっても、すべて政権が計画したかのように展開されていた。一方、河南省では娘の死を悼むことが国家分裂扇動罪になりそうです。7月20日、河南省鄭州市の地下鉄5号線が冠水し、多くの乗客が閉じ込められました。政府のウェイボーアカウント、鄭州ハップは7月27日、地下鉄5番線での死者が14人に増えたことを知らせ、死者のリストを発表しました。しかし、中国のネットユーザーは死者が14人ということに疑問を呈し、地下鉄側の責任を追及するよう求めています。26日は17日、人なるかです。多くの死者の遺族や一般市民が、事件現場に近い左高路の地下鉄入り口の外で花を供えたり、ろうそくを灯したりして死者を弔っていました。
当日外の気温は33度にまで上がっていました。その中、蒸し暑い青い雨着を着た一人の父親がカゴとハンドルに大きさの異なる弁当箱を一つずつ下げた自転車を押してたどたどしく歩いてきました。自転車には、ニューニュー、お父さんはやはり君を迎えて家に帰りたいと書かれた札が差し込まれていました。ネット上に出回っている動画や写真には、この父親が地下鉄の入り口で頭を下げて黙って座っている姿も映っています。着ている雨着は娘と別れた時に着ていたといいます。娘が自分を見分けられないことを心配して、あの日の雨着を着て娘を迎えて家に帰ることを待っているといいます。このシーンは多くのネットユーザーを悲しませました。あるコメントでは、もしその娘が自分だったら、私の父もきっとショックを受けただろう。あまりにも辛い、永遠に迎えられない宝の娘と書き、また、感動した、やましさを感じた、また天才だと一言で済ませないで責任を問おうと憤慨したコメントもあります。ネットユーザーが悲しみ、嘆いている一方で、その父親が影響を拡大するために大げさにやっている外国勢力だという異様な声もあります。あるネットユーザーはこれらのコメントが馬鹿げているとし、よくやってなかったのに指摘することも許さない。亡くなった方の遺族や一般の市民が花を供えているのに、外国の勢力が入り込んでいるという、もうしょうがないとコメントしています。その後、26日の遅い時間になると、花束で埋め尽くされていた地下鉄入り口付近は、政府によって人の背丈よりも高い黄色い板で囲まれ、市民の怒りを買いました。もし震災の日に洪水を食い止めることができたら、今日市民が花を供えることを遮る必要はなかったというコメントがあれば、お悔やみの言葉を述べている人に対しても安定維持を実施している、遮っているのは民衆の心だという声もありました。その日の夜、自発的に地下鉄入り口の外にある板を取り外し始める人がいました。いち早く板を押しのけた一人の男性は、被災者の帰り道を塞がないでくれと言いました。それに手を叩いて励ます人もいれば、手伝いに名乗りを上げる人もいました。しかし、27日の正午、低州市政府が人を派遣して、再び地下鉄の入り口を板で囲んでいる映像がアップされました。ベテランのメディア人であるコートン氏は、ラジオフリーアジアに対し、こう語りました。現在政府は洪水と戦った軍隊を見送ることを宣伝している。人々が涙を流しながら見送ったり、軍用車両にプレゼントを無理やり押し付けたりと、いわゆる軍民の魚と水のような深い情を示す様々なパフォーマンスをしているが、実際の状況を人に見させず、葬式を喜ばしいこととして扱っている。講師は、政府は世論を誘導し、見るべきものを見させず、発するべき声を禁止している。すると多くの人が目にするのは、やはり静かで平和な場面だけだと語りました。河南省での洪水、上海浙江省でのハリケーンは多くの混乱と被害をもたらし、いまだに本当の死亡者数を知ることができません。これまで中国共産党、中共上層部は一度も被災地に現れたことはありませんが、7月26日には李克強首相が洪水干ばつ対策総指揮本部のビデオ会議を主催し、一部の実態を明らかにしました。ビデオ会議で李首相は、事実に即して問題を処理し、救援などの情報は公に透明に公表されるべきだとし、また早期警報、対応メカニズムを強化して迅速な警告、迅速な反応ができるようにし、緊急処置能力と国民の自己防衛意識を向上させるべきだと述べました。時事評論家の証言氏によると、李首相の演説は、地方政府関係者が災害情報の透明性のある公表をしておらず、迅速な対応もできず、さらに緊急処置能力が欠けていることを批判し、最後には国民に自己防衛意識を高めるよう助言するしかなかったのだといいます。しかし、李首相もダムが夜中に密かに排水し、しかも事前通知しなかったことに触れる勇気はなく、国民は自己防衛するしかありません。本来、災害発生後に中共は水害防止防災指導グループを立ち上げていましたが、今回はこれまでそのような関連行動はありません。その理由として、張氏は、もしそのような機構を設立した場合、誰がリーダーになるのか、習近平が自ら担うと、その後の一連の責任を負わなければならず、李克強が担うとなると、習近平は権力を移譲したがらないかもしれない、
と分析しています。また少子は李克強は被災地に行くことができないだけでなく洪水対策を指示する権限も実際には与えられておらず四川大地震の時の温家宝よりも実権がないとの見解を示しました。河南省で洪水災害が発生後中共の上層部は誰一人として被災地に向かう者はおらず表に出てきて洪水対策を指示することもない一方当局は様々な手段を講じて実際の犠牲者数を隠蔽しています。最近中国のソーシャルメディアで中国のミニブログ投稿サービスウェイボーのある投稿と通話記録が流出しました。ブロガーのポークベリーさんは投稿の中で鄭州市で保健の仕事をしている友人の話として合計91カ所の地下鉄が水没しこれまでに40億元約674億円を賠償しなければならない、ようやくどれほどの地下鉄が水没したか分かったと書いています。一方、通話記録の方は、かつて鄭州市の某ネットワーク会社に勤めていたプロの五毛と、中共のネット宣伝工作員男性の弟と、ある台湾人の会話でした。同男性の弟は台湾人に謝っていました。自分の兄の生前の仕事は、台湾人の心をかき乱すことで、先月からこの台湾人男性に嫌がらせをしていたそうです。同男性の弟によると、兄は今回の洪水で死亡し、7月23日に地下鉄強行線の列車内で遺体が発見されたといいます。また、22ヘクタールを占める鄭州市の27葬儀場には、数千人の人々が遺体を確認するために訪れ、黒幕で覆われた多くの遺体も目にしたと話しています。亡くなった同男性の弟は台湾人に、中共当局が発する全ての情報を決して信じてはいけない。どれも真実ではないと伝えました。さらに、鄭州市民は今回の洪水でこの国が欺瞞に満ちていることを徹底的に見抜き、指導者の目には市民の生命が一塊の単にも及ばないことは確実だと述べました。一方、中共官製メディアはこのような情報を取り上げず、海外批判に力を入れています。先日、イギリス海軍のクイーン・エリザベス空母打撃群が南シナ海に入り、空母よりも先にすでに到着していた軍艦もありました。これに対し、中共官製メディア、環球時報は怒りをあらわにし、批判の言葉を浴びせています。アメリカ海軍協会 USNI のウェブサイトによると、クイーン・エリザベス空母打撃群は21日から22日にかけてベンガル湾で行われたインド海軍との混艦演習の後、同打撃群は別々のグループに分かれ行動したとのことです。同打撃群にはアメリカの海兵隊戦闘攻撃飛行隊211 DMFA211 とイギリス空軍617飛行隊ダムバスターズも加わっています。7月25日時点でイギリス海軍補助艦隊の給油艦タイドスプリングはシンガポールを出発し南シナ海に向かっています。同じ頃、イギリス海軍原子力艦隊潜水艦 HMS アートフルもシンガポール海峡を越えて南シナ海に向かっています。南シナ海でのイギリス空母打撃群の出現について、北京当局はまだ何の声明も出していませんが、中共メディア環球時報の英語版に掲載された記事では、イギリスの動きはアメリカが航行の自由で行っているようにアジア太平洋地域での軍事的存在を示すための挑発行為であると示しています。さらにイギリスはまだ植民地時代に生きていると批判し、イギリスの空母に疫病が発生したことや空母がアメリカとの調整のために南シナ海に向かったことにも触れました。今日嘅疫情最前線就到呢度，多謝各位收睇，守護真相，絕對唔會放棄，我哋嘅堅守。
ういう方々を一人でも救うためにはですね、この私らの方が、先頭立っていただきたいと思います。まだまだ大きな声が残っていないというこの現実、その気概に関してはまだまだだなというふうに思ってます。日本がアジアのリーダーとして、世界のリーダーとして各国に呼びかけてですね、こういったものを試させる、そういった決意をやっていかなくてはならないというふうに思いますので、しっかりやっていきたいと思います。それから、3年間経ちまして、創立30周年に至るわけですけれども、大きな平和の祭典が行われるときに、やっぱり人権の問題、考えることは大変重要だと思っております。SMG ネットワークの、所属する全国地方議員さん、同時所と考え全国地方議員の会の、代表を務めております、丸山です。今日は、まあ、同時所と関する、世界の5地方を、皆さんに、皆さんと一緒に考えて、そして、現在日本の隣国である中国では自由と民主主義を求める人民がとてもひどい人権弾圧を受けていることは皆さんもご承知のことと思います。特に法人法の氏はウイグル人など中国共産党の言うことを聞かない人間の臓器を抜き取るなど、まさに、悪魔の所業とであります。私も当初はこのような恐ろしい行為が共産党により行われていることは信じられませんでした。今や世界中の政府やジャーナリスト、国会議員、地方議員がこうした事実を知り、中国共産党に抗議の声を上げ始めております。中国共産党は今はその真実を完全に否定するかのような内政問題であると答えを働かしているのは皆さんご承知のことと思います。しかしもはやこうした非人道的行為は世界人類、世界各国の共通の問題として取り組まなければなりません。まあ、私も自由と民主主義、平和を愛する皆さんと手を取り、共に戦ってまいりたいと思いますので、共に頑張りましょう。デビッド・バタス、中国統計会の本が出たのは確か2013年の年末だったというふうに思いますけれども、あの本を彼方に紹介をしていただいて、メイビーの人に返事書いたの。しかもこれは本当に分からない課題が、日にちのと時間の分からないものでも優秀でですね、山田博士参議院議員とあの人してない一緒に開催したというふうに思っておりますが、映画に他にキューバーハーレスとかの上映会なども出させていただきました。本当にとんでもないことが行われているという認識のもと進んでまいりましたが、いまだに中国共産党の構造というものは全く変わっていないというふうに認識をしております。法人法、またウイグルを中心とする方々の臓器というものを売買、また摘出、こういったことによって臓器移植というものが行われているという現状ですが、何としてもこれは止めなくてはならない。このように思っております。また、国会におきましては、ちょうどウイグルなどに対する人権弾圧を非難すべく決議は、これが最初の国会では通すことができませんでした。私は次の臨時国会で先日までですね、通して、我が国立法の意思というものを示していかなくてはならないというふうに思っておりますし、政府もですね、しっかりと受け止めるのであるということを認定をしてですね、中国に対処していなければいかなければ、これは世界に誤ったメッセージを日本がすることにもなっているというふうに思っております。日本がアジアと世界の外交のリーダーであるというふうに思っております。またアジアにおける諸民族が苦しんでいるのであれば、これを自ら率先して作るのが日本の役割であるというふうに思っております。皆様の今後力を結集して、実現していきたいというふうに思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとう。
かわらないずっといるか、いや定期的に入れ替えられます、うん、何年か、うん、そういう感じ、うん、それ以外にも実は日経225以外にもメガスを日経平均はあるんです。ただいわゆる皆さんが日経平均とか日経平均株価とかニュースで言われてるのは225です、うん、絞ったやつを基本ニュースとかに話してる、ね、そうそう、はい、で225メガ選ばれてる、まあ、それ基本的には東証一部に上場してる会社の株なんですけど、あ、そうか、いろんな上場する場所があるけど、うん、それはある程度の東証一部に限られてる、そうそう、ある程度の大きさの会社 の流動性って言って株式の売買が盛んで、あ、言ってましたよ、流動性、うん、そう、その流動性って言うんだけど、あの売買しやすい、うん、ある程度の発行する株式です、ある程度の時価総額大事だ、ある程度のサイズがないと、その変動が激しく、あ、もうほとんど大手企業、まあ、あの日経225に選ばれるってことは、まあ、一流企業の証ですみたいに言われたりもする。そうですね、今の話聞くだけでもなかなか選ばれないですね、うん、まあ、たまに脱落する会社が潰れたり会社があるので、そこで入れ替えします、ね、で、まあ、例えばアメリカだったら、はい、S&P500 とか、まあ、ダウ平均株価とか、ダウ平均株価って聞きますね。あ、そう、それと同じような。ダウ平均株価もダウジョーンズっていう会社があって、はい、ニュース通信社なんですけど、あ、はい、まあ、日経新聞みたいな会社があって、そこが金ダウ平均株っていうのは日経平均みたいな。S&P500 っていうのもスタンダード&プアーズ社っていうその企業の格付けをやる会社があるんですけど、そのスタンダード&プアーズが決めた500の平均。各国というか主要な株式市場にはまあそういうのが例えば中国とかにもちょっとあるし、あの、こんな日本人は知らないと思いますけど、あるんですよ、主要な株式市場に対する指数がインデックスがあって、まあ、それによって市場の株価が上昇と下降になるか、こう評価です、下降しているかっていうのが株式市場全体の雰囲気を使われている。もちろん企業というのは個別の業績がある、はい、業績がいい会社は上がるそうです、ね、業績が悪くなる会社の株は下がるんです、うん、でもその個別の株を見ても全体の景気変動が分からない。基本的に平均値を買うことによって日本って今全体に日本の株式市場が調子いいのか調子悪いのかっていうのはその日経平均株価を見てるとなんとなく、じゃあみんなその日本の経済株式の、うん、そうそうそう、でそういうのを利用した株式投資信託っていうのは、要は一つの日経平均、日経225っていうのを一つの株式の銘柄として見て買う商品の、はい、だからつまりじゃあ例えばサイバーエージェントの会社上場したんですね、サイバーエージェントの株を買うのと同じように日経225を買えるんです、はい、あ、日経225ってのはその125社の株価の平均値だしなんですけど、それを買う、まあ、ファンド、株式投資信託、ファンドみたいなものがあって、まあ、一つの会社とみなして買えるんです。買ったり売ったりできるんです。一つの会社とみなして買えるんですか？そうそうそう。だからこれから日本経済が良くなるだろうなと思ったら日経225を買えばいいし、これからダメになるなら売ったらいいし、それは各国それ S&P500もそうしたダフェクトもそうだけど、みんなそういう投資信託があって、そういうのみんな売買できる、そこを変えるのちょっと知らなかったです、まあ、だからよくその株式投資の初心者の人なんかには勧められます。だからよく個別の会社の株を買うのは情報収集とかそういう面、ね、まあ、ちょっとハードル高いんで、じゃあとりあえず経済の方が良くなったみたいな感じで買って平均値だったら分かりやすいんですね、うんうん、業界仕事、ね、あと個別株の影響って、ね、突然会社倒産することとかもあるから、そういうのの影響も受けにくい、日経平均株価がもうなくなるって言ったら日本が滅びるみたいな感じなので、うん、もちろんその、ね、阪神淡路大震災とか東日本大震災みたいなことがあることは続かれて、だけど、まあ、それで国が滅ぶまた上がっていくわけで、まあ、そのリスクは少ない、そう考えるとちょっと入りやすそう。例えば日本航空の株価が何年か潰れた後ゼロになる、そういうことは
そういうリスクもあるわけで、そういうのを考えると、現金株価があるのは、リスクはあるんですね。だから、長期投資とかで、に投資をしたい。年金を運用する財団が買ったりとか。個人じゃなくて、企業を買ったり。いやいや、個人もだから、個人もだから、そういう、個人で買ってる人。いや、だから要は、よく言われるのは、ポートフォリオを組みなさい。ファイナンシャルプランナーとか言ったのと、じゃあ、あなたの資産、じゃあ5000万円。5000万円をどういうふうに振り分けましょうか。だからそういうの評価的なやつで見ると、じゃあ半分は流動性の高いところを切って運用しましょう。あと日本国債を買いましょう。はいはい、で、あと投資はじゃあ2、3割にしましょう。じゃあその分の半分は日経平均買っていきましょう。でもリスクアセットは人によるんだけど、10%ぐらいです。株をやったり、FXやったり、不動産の投資も不動産もちょっと安全性高い。そういうような感じでやるときに使われてます。割とその堅実っぽく運用したいような人は割と日経平均を買ったりします。だから日経平均を買うと買ったり売ったりするとか、実際にその日経平均入って225社の株式を売買するとか、225に選ばれる株が良くなるんですよ。そうですよね。うん、個別株も買ってもらえるけど、225の分も買ってもらえるんですね。そうそうそう、いいもの分も買ったり売ったりしてくれるので、流動性も上がるし、そうですね、新規に入るみたいな。いや、ちょっと知らなかった。そういう風になってるんですね。そういう風になってる。それがインデックス投資って言うんですよ。だからまあ、割と安全だし、個別株の売買に比べると安全だし、流動性もあるんで、まあ、流動性もあるんで安心ですよ。だから、割とそのオプション投資とか、先物とかオプション、質の高い投資でもそこまでリスクが高くなる。先物取引とかっていうのは、その証拠金というのを入れて、レバレッジっていう何倍かのお金を借りて投資を代替化してくれる。オプションというのは、プットオプションとかコールオプションというのがあるんですけど、株式を売ったり買ったりする権利を売ったりするのもあるんです。そういう、こうちょっと難しめのというか、投資なんかのインデックス投資だと、割と流動性がめちゃくちゃ高い株式なんですけど、まあ、割とそういうこともやります。ありがとうございます。ちょっと分かった気がしました。初めてなんか日経平均というものの使い方というか、みんながどういう目線で見てるんだっていうのがなんかちょっと想像できてきました、うん、まだもちろん理解はできてないけど、初めてなんか想像できたなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、じゃあまた次回も優しく教えてもらえたらと思います、はい、それでは本日は以上とさせていただきます。ありがとうございます。
回の動画では代表的な塗り壁の種類やその特徴を解説して、自分の家で塗り壁を採用するべきか、使うとしたらどの塗り壁がいいのかを判断できるようになってもらいたいと思います。ちなみに今回ご紹介する以外でも、この塗り壁にしてよかった、これは微妙だったみたいな生の声をいただけるとありがたいので、よかったらコメントください。大学時代を含めて15年以上、たくさんのお客様の家づくりに携わった経験を踏まえて、これから家を建てる人が失敗しないための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。今回ご紹介する塗り壁は次の4つです。1、漆喰。2、モルタル。3、土壁。4、モールテックス。それでは1つずつ説明していきます。塗り壁の種類1つ目は漆喰です。漆喰は簡単に言うと、サンゴ礁の塊から石灰石を採掘して糊で固めた材料で、昔から日本のお城とか世界の建築で使われています。この漆喰を天井や壁に塗ることで、梅雨のジメジメした時期には湿気を吸い込んで、冬の乾燥した時期には湿気を吐き出すみたいな吸湿作用を持っていて、原料は天然なので化学物質を含まない体に優しい健康素材にもなっています。しかもあまり知られていませんが、漆喰は無機質の不燃性水酸化カルシウムでできていて、防火性も高いので、外装や内装にも優れた効果を発揮してくれます。漆喰の他にも植物性プランクトンの化石になったケイ素とか、ひびや割れが起きやすいという欠点を改良した天然素材の塗り壁がたくさん出ているので、お客様の好みによって選んでもらえると幸いです。ちなみに漆喰の欠点を改善した漆喰クロスやその他の内装材、外壁材を選ぶ際の注意ポイントについては別の動画で詳しく解説しているので、興味のある方は概要欄に貼ってあるリンクからぜひご覧ください。塗り壁の種類2つ目はモルタルです。モルタルはセメント、水、砂を混ぜ合わせた仕上げ材で、耐久性と耐火性が高くて、しかも使いたい分だけ作って塗るので無駄が出ないということで、今日本で一番使われている養業再利用が登場する前は日本家屋の外壁で主流の仕上げ材でした。応用範囲が広くて、外壁だけでなく内装や土間の仕上げ、基礎幅木の仕上げ、タイルやブロックを設置する際の接着剤代わりに使ったり、本当にマルチに活躍してくれます。メリットとしては、色粉を混ぜて着色すればある程度好みの色に変えることができたり、塗り方も表面を滑らかに仕上げる花コテ押さえや竹の跡を残してあえて凸凹感を出す竹引き仕上げ、コテのムラを残す鱗仕上げとか、表面の仕上げ方がいろいろあって、洋風枠を問わずいろいろなデザインに応用できる塗り壁になっています。ただ一方でヘアクラックっていう細いひび割れが特性上どうしても起きてしまって、ひび割れ自体が何か問題や欠陥があるってわけじゃないですが、見た目的に気になる方は汚れ防止の観点も含めて定期的に上塗りをしていただくことをお勧めしています。ちなみにモルタルと漆喰は似ていますが、基本モルタルの方が硬いので外装に使われるイメージで、漆喰は柔らかさがあって優しい質感になるので主に内装材として使われることが多くなっています。塗り壁の種類3つ目は土壁です。土壁は日本に古くからある調湿機能や防火性能、断熱性能が高い多機能な自然素材で、和風の家や旅館、居酒屋など店舗に多く使われているイメージになります。調湿の他に断熱性能も高いので、極端な温度変化防止のために昔は酒造や醤油の醸造所とかでも採用されていて、今はだいぶ少なくなりましたが、和室の壁とか家の内装にも使われています。色に関しても土系統になってしまいますが、ある程度選ぶことができて、質感もモルタルと同じように花ごてや竹引きもできるし、わらをまぜたら振り土壁なしで見られるから、好みに合わせていろいろな変化を作ることができます。ただ塗った後に発酵する時間を取ったり、一度塗るごとに自然乾燥させる必要があるので、一般的な塗り壁と思うと2倍ぐらい、長期が1ヶ月以上とか時間がかかる仕上げ材になっていて、かといって扇風機とかで早く乾かそうとすると、ひび割れがしやすくなってしまうので、自然乾燥でしっかり時間をかけて工事するのがポイントになります。
ュアルのリスクは減りますが、そもそも土壁の需要が減ってきていて、施工できる職人さんはかなり少なくなっている。腕のいい職人さんに依頼しようと思うと、施工費も割高になるという現実があります。なので、土壁を採用したいという場合には、工期とコストにある程度余裕を持っていただくことを前提にして、検討していただけると幸いです。塗り壁の種類4つ目は、モールデックスです。モールデックスは最近かなり人気で、インスタやピンタレストなどによく紹介されている、ベルギー生まれの塗り壁材で、3ミリ前後の厚みで塗っても強度がしっかり出せるのが特徴になっていて、角の角や傷に強いながらも柔軟性があるので、モルタルみたいにひび割れしにくいという大きなメリットがあります。それと、防水性もかなり高いので、壁に塗るのはもちろん、キッチンの天板や洗面台のカウンター、テレビボード、ダイニングテーブルとかにも使われていて、実際に飲食店や美容院などの内装にもよく採用されています。しかも、基本の色だけで64色。調色すれば、ほぼどんな色でも作ることができるので、綺麗なパステルカラーに仕上げたり、あえて使い込んだコンテージ感のある雰囲気に仕上げることができて、モールデックスの素材一つでデザインの幅をかなり広げられます。ただ言って、デメリットを挙げるとしたら金額面で、まず材料自体がかなり高いのと、施工する際は仕上げ方によりますが、2回塗った後に研磨して磨いて、何回も洗浄して、最後にオイルを塗るみたいな感じで、施工料もかなりかかるので、ちょっと塗るだけでも10万とか費用がかかってしまいます。なので、どんな風全面に塗るとかっていうより、そのっていう見せ場の部分にアクセントで、モールデックスを採用するのがおすすめで、少しあるだけで雰囲気がガラッと変わるので、興味があったらぜひ検討してほしいと思います。ちなみに、おしゃれな和室を作るポイントや、おすすめのオーダー家具については、ネットの動画で詳しく解説しているので、興味のある方は概要欄に貼ってあるリンクから、ぜひご覧ください。最後まとめに入りますが、今回ご紹介した塗り壁は次の4つになります。1、漆喰。2、モルタル。3、土壁。4、モールデックス。それぞれの内容をここまでお話しした通りですが、塗り壁は独特の質感でシンプルながら、どこか自然の温かみを感じることができる人気の仕上げ材ですが、選ぶ種類によっては、ひび割れてしまったり、傷がつきやすかったり、汚れやすいのも確かで、基本的に10年に1回ぐらいは塗り替えが必要という素材が多いイメージです。ただ、製品によっては、30年ぐらいはメンテナンスが不要だったり、撥水効果で汚れにくいものもあるので、そのあたりも含めて、住宅会社などにしっかり確認してほしいと思います。ちなみに、家を引き渡した後のアフターサービスや保証、皆さんが気になる家の汚れ対策については、別の動画で詳しく解説しているので、興味のある方は概要欄に貼ってあるリンクから、ぜひご覧ください。今回の動画内容は全てではないですが、これからマイホームを考えていくことで、少しでも参考になれば幸いです。というわけで、このチャンネルではこういった感じで、家づくりで失敗しないための方法を、私の体験談を交えて、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。いいなって思ったら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してもらえると嬉しいです。もし困っていることや質問、疑問などがあれば、ぜひコメント欄に入れてください。できるだけ動画に。
がとうございます。今回は白い家の現実を対策、外壁、内壁、床を徹底解説、こういったテーマでお話をしていきます。皆さんの中にも外観を真っ白にしたいとか、白を基調に木とかガルバを組み合わせておしゃれにしたい、床もタイルとか白系ですっきり明るくしたいみたいな感じで、いろいろとマイホームへの理想を持っていると思いますが、一点どうしても気になるのが汚れだと思います。正直汚れさえ気にならなければ好みはあると思いますが、白い外観はパチッとシンプルで特有のすっきり感がありますし、室内の床や壁も白系など明るく清潔感があって人気が高い色の一つになります。そこで今回の動画では、家の外壁、内壁、床に白色を使いたい場合、どんな素材を使えば汚れを防ぎやすいか、もし汚れた場合はどう対処すればいいか、ある程度判断できるようになってもらいたいと思います。ちなみに今回ご紹介する以外でも、この素材にしてよかった、これは微妙だったみたいな生の声をいただけるとありがたいので、よかったらコメントください。大工時代を含めて15年以上たくさんのお客様の家づくりをお手伝いさせていただいた経験を踏まえて、これから家を建てる人が失敗しないための情報をできるだけ分かりやすくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。今回、白い家で汚れが気になる場所は次の3つです。1、外壁。2、床。3、内壁。それでは1つずつ解説します。白い家で汚れが気になる場所、1つ目は外壁です。当たり前ですが、外壁は自分たちだけじゃなくて、周辺の人や通りすがりの人にも見られてしまうので、一番汚れが気になってしまう場所で、実際にパッと見はおしゃれだけど、よく見ると窓や換気扇のところに雨だれとかね、黒い水が入っていたり、場所によって非常に濃い水が入ってしまっていて、残念に感じてしまうことがあります。この外壁の汚れを防ぐために注意してほしいのが、表面の仕上げで、今回は代表的な3つをご紹介します。まず1つ目は、一般的に多く使われている業用サイリングっていう素材で、このサイリングの表面にはウレタン塗装やフッ素配合の塗装、光触媒効果のある塗装がされていて、それぞれ使われている塗料によって金額や耐久年数、汚れにくさが変わってきます。例えばウレタン塗装の耐久性は大体10年前後、フッ素塗装の場合はもう少し長くて15年前後で、表面についている汚れも浮かして落としてくれる浸水効果もついてきます。あと光触媒に関してはセルフクリーニング機能があって、紫外線で外壁の表面についている汚れを分解してくれて、耐久性も30年前後ぐらいあります。特に排気ガスの汚れに効果があって、大通りに面した家で心配な場合におすすめですが、光学や光の当たり具合で汚れ落ちに差が出る可能性もあって、同じ家でも面によって色が変わって見えてしまうことがあるので注意が必要です。次に2つ目はガルバリウム効果について、最近は屋根材や外壁材としても人気が高くなっていて、デザイン的な好みはあると思いますが、個人的にお勧めできる素材の一つになります。理由としては金額と耐久性のバランスが非常に高くて、選択するグレードにもよりますが、先ほどご紹介した業用サイリングと同等ぐらいの金額で採用することが可能で、耐久性も30年くらいは大丈夫ですし、素材の特性上汚れやコケもつきにくくて、高圧洗浄とかで掃除もしやすいので、メンテナンス性も高い素材になっています。最後3つ目が塗り壁について、これも賛否両論あると思いますが、塗り壁特有のシンプルな雰囲気が好きって方にはおすすめできます。ただ塗り壁も正直ピンキリで、ひとえに塗り壁といっても表面の素材もいろいろな種類があって、汚れにくさや金額もバラバラだし、下地に何を使うかによっても断熱性やひび割れのしやすさ、耐震性も変わってきます。ちなみにうちの会社で標準採用する塗り壁はツドっていう名前の商品で、専用の EPS っていう発泡系断熱材で家をぐるっと囲んで、その上にアクリル樹脂の塗り材を仕上げる方法になります。金額は今回ご紹介した3種類の中で一番高いですが、汚れに対しては半永久的に持続する超撥水の性能を持っていて、雨で汚れを落としてくれる自己洗浄能力を備えているので、全く汚れないわけじゃないですが、他の塗り壁と比較すると白い壁でも綺麗さを保ってくれます。ここまでざっくりと外壁材の種類についてお伝えしましたが、細かい注意ポイントや選び方
ライトな雰囲気が好きだからや、とにかく部屋を明るくしたいという方には床に白い素材を使うのもおすすめで、すっきり広く見えるし、高級感も出て素敵な反面、やっぱり汚れや傷が気になるところも多かったりします。基本的に床の素材に関しては大きく分けると、木、タイル、カーペット、クッションフロアの4種類があって、それぞれ白系から暗い色までカラーバリエーションは豊富にありますが、どれを選ぶにしても白色だと髪の毛や色の濃い汚れが目立ってしまったり、傷がついた時にも下地が見えてしまって目立ちやすかったりします。正直これについての対策は難しくて、髪の毛が落ちていたら掃除して、できるだけ汚れないように生活して、傷がついてしまったら補修するしかないと思います。ただ考え方としては暗い色だと目立ちにくいってだけで、実際に髪の毛が落ちていたり汚れているのは一緒なので、見方を変えれば発見しやすい、掃除しやすいっていうメリットにも加えることができます。なのでアメリ掃除ができる方や少しの汚れなら気にしないって方ならいいと思いますが、ちょっとの汚れや傷でも気になってしまう方は床材を白くするのは避けた方が賢明だと思います。あと無垢の床にする場合の注意点としては、素材自体が明るくて白っぽいバーチやメイプル系の樹脂を選ばれる場合はいいですが、床を塗装して白くする場合には最初の雰囲気はいいと思いますが、暮らしていくうちに強く剥げてしまったり、指で塗装が取れてしまうと余計に目立ちやすかったりするので、しっかり考慮して採用するようにしましょう。ちなみに掃除やお手入れを楽にするポイントや内装材の選び方、無垢床のメリットデメリットについては別の動画で詳しく解説しているので、興味のある方は概要欄に貼ってあるリンクからぜひご覧ください。白い家で汚れが気になる場所3つ目は内壁です。内壁っていうのは室内の壁のことで、基本は白とか少しベージュやグレーが入った色を採用することが多いと思いますが、こちらは床と同様開放感やすっきりした雰囲気にはなりますが、汚れはどうしても目立ちやすくなります。一般的に多く使われているビニールクロスの壁仕上げであれば、選ぶグレードによってはそもそも汚れや傷がつきにくかったり、汚れがついても落ちやすいコーティングがしてあったりするので、汚れの種類によっても変わりますが、中性洗剤や消毒用のアルコールを含ませたものに拭けば比較的簡単に汚れを落とすことができます。ただ時間が経って染み込んでしまったり酸化してしまうと落とすのが難しくなってしまうので、汚れがついたらできるだけ早く拭き取るのがポイントになります。次にご紹介する壁仕上げが漆喰や珪藻土、漆喰クロスなどの自然素材で作られた製品で、こちらは調湿性能があったり表面の質感がマットで上質な雰囲気があって、素材感を大切にしたいという方に人気があります。ただ最大の欠点は汚れで、正直汚れもつきやすいし、汚れがついたらほぼ落とせない。実際私のマイホームでも漆喰クロスを採用していますが、子供たちと暮らす中でどんどん汚れていきますし、なかなか落ちないです。一応汚れを落とす方法としては消しゴムで消えるか試していただいて、難しければメラミンスポンジやサンドペーパーでこすってみる。それでもダメであれば重曹を使う方法もありますが、場合によっては余計に汚れが広がってしまうこともあるので、いろいろと試して難しければ張り替えや取り替えを検討するようにしましょう。ちなみに LDK を広く見せるテクニックや床や壁に自然素材を使う際の注意ポイントについては別の動画で詳しく解説しているので、興味のある方は概要欄に貼ってあるリンクからぜひご覧ください。最後まとめに入りますが、今回ご紹介させていただいた白い家で汚れが気になる場所は次の3つです。1. 外壁、 2. 床、 3. 内壁。それぞれの概要はここまでお伝えした通りですが、外壁や床、内壁に白を採用するのはメリットも多いですが、逆に汚れや傷が目立ちやすいというデメリットも存在します。これは家に限らず洋服や靴でも一緒のことですが、家の場合にはどの素材を採用するかによって同じ白でも汚れやすさや汚れの落ちやすさが違うので、それぞれの特徴をしっかり理解した上で採用していただいて、後からしまったってならないようにしてもらいたいと思います。今回の動画がすぐではないですが、これからマイホームを考えている人にとって少しでも参考になれば幸いです。というわけでこのチャンネルではこういった感じで家づくりで失敗しないための方法を私の体験談を交えてできるだけ分かりやすくお伝えしていきます。いいなって思ったらぜひチャンネル登録といいねボタンを押してもらえると嬉しいです。もし困っていることや質問、疑問などがあればぜひコメント欄に入れてください。できるだけ動画にしてお答えしようと思っています。ということで今回は最後まで動画を見て
買いを検討されると思いますが、家に合った性能で省エネな商品を選びたいですよね。失敗しないエアコンの選び方、4つのチェックポイント、こういったテーマでお話をしていきます。
Thank you.
ちゃありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。じゃあねー。